土産や特産品の審査会、秋田食のチャンピオンシップには、今年45社の59の商品がエントリーしました。総合グランプリに輝いたのは、児玉醸造の秋田クラフトジン銀ナンバー65です。県産の香り高い黒文字と白樺を使って蒸留した酒で、爽やかでまろやかな味わいに仕上がっています。売上の一部を山の保全活動に還元している地域貢献の面でも高く評価されました。事前に試飲した佐竹知事も絶賛しました。非常に爽やかなんだ。で、清涼感ってね、下げすぎだからね。まず最初ロックで、いや、ロックで飲めるんだよ。あとは、そうだね。水割りでもいいんだな。これ非常にね、ファッショナブル。加工品部門の金賞には、恋するカズノカンパニーのカズノフルーツサングリアが選ばれました。カズノ市産のリンゴやイチゴをドライフルーツに加工してサングリアの元にしたものです。大人も当然飲めますし、中に入れるものによって子どもも当然飲めるような、しかも見て綺麗っていうところから買いたくなるっていうところをちょっと意識しましたので、菓子・飲料部門の金賞には、金井屋の秋田あんごませんべい、あんべいが選ばれました。サキホコレを使った生地にごまを練り込み、あんこを挟んだ商品です。独創性や親しみやすい名前が評価されました。中にたっぷりあんこが入っています。いただきます。ごまの風味がすごくいいですね。せんべいの塩味とあんこの甘さが絶妙にマッチして甘じょっぱくて美味しいです。グランプリに選ばれた児玉醸造は、来月11日に秋田市で開かれる首都圏の大手百貨店やスーパーとの商談会に参加します。まさかグランプリ受賞することになると思ってなくて、すごいびっくりしているのと、大変光栄に思っております。ジンですので、ジンハイボールですと比較的どんな料理にも相性はいいかなと思っております。贅沢な気分を味わえる酒から、土産で気軽に渡せる菓子まで、奨励賞を含め県が太鼓判を押した8つの商品が、この先さらに全国に売り出されます。